1999から2000シーズンの NBA は NBA の54回目のシーズンである。ドラフトではエルトンブランドがシカゴブルズから全体1位指名を受けた。この年のドラフトではブランドのほか、コーリー・マゲッティなどデューク大学出身の選手4人が1巡目で指名を受けており、同じ大学出身から4人の選手が1巡目指名を受けた初めてのドラフトとなった。 スティーブ・フランシス、バロン・デイビス、ラマー・オードム、ウォーリー・ザービアック、リチャード・ハミルトン、アンドレ・ミラー、ショーン・マリオン、ジェイソン・テリー、ケニー・トーマス、ロン・アーテスト、ジェームズ・ポージー、ジェフ・ホスター、デビン・ジョージ、アンドレ・キリレンコ、マイケル・ラフィン、カルビン・ブース、マヌジノ・ビリラが指名を受けている。ドラフト外選手には、クリス・アンダーセン、ラジャベルなどがいる。オールスターには、 E ブランド、S フランシス、B デビス、W ザービアック、R ハミルトン、S マリオン、M ワールドピース、A キリレンコ、M ジノビリの9人が選出されている。詳細は1999年の NBA ドラフトを参照2年の空白期間を経て、スラムダンクコンテストが復活。ロサンゼルスレイカーズは、ミネアポリス時代の NBA 初期に3連覇を含む5度の優勝を果たし、 1970年代のゼリーウェスト、ウィルト・チェンバレン時代にも一度の優勝、80年代には期待のスター選手、マジック・ジョンソンやカリーム・アブドゥル・ジャバーラを中心にショータイム、バスケットを展開し、連覇を含む5度の優勝を果たすなど、東のボストン・セルティックスと並ぶ、リーグ随一の名門チームだった。そのレイカーズもマジック・ジョンソンの突然の引退などで、世界中に、 空前の NBA ブームが起きていた90年代は、やや不遇の時代を過ごしていた。そのレイカーズが再浮上のきっかけをつかんだのは、ニック・バン・エクセルや、セドリック・セバロス、エディ・ジョーンズらの活躍にあったが、それでも50勝がやっとで、ウエストの強豪チームに対抗するにはやや物足りない、人容だった。彼らが、真の強豪の地位を取り戻すのは、 シャキール・オニールの合流を待たなければならなかった。そして、オニールが、レイカーズにやってきた1996から97シーズン、レイカーズは56勝、翌シーズンには、高卒選手のコービー・ブライアントも加入し、さらに成績を上げて、リーグ屈指となる61勝を記録。レイカーズが、頂点に帰り咲く日は、近いかに思われた。アキーム・オラジュアンもキャリア終盤を迎え、 もはやリーグにはオニールに対抗できるセンターはほとんどいなくなっていたが、オニールはマジック時代から膝と腹部に慢性的な故障を抱えており、本来の実力を発揮できないでいた。また彼の優位が独尊的な性格がしばしば問題となり、著しい成長を見せるブライアントもわがままぶりでは、オニールに引けを取らなかった。一見順風満帆に見えるレイカーズもチームの内情は、 決して良好とは言えず、1998から99シーズンは勝率を落とし、プレーオフではカンファレンス準決勝でサンアントニオスパーズにスイープ負けを喫した。レイカーズには彼らを導く指導者が必要だった。レイカーズにとってフィル・ジャクソンは適任のヘッドコーチだった。シカゴ・ブルーズ時代の6度の優勝は実績としては十分すぎるものであり。 またマイケル・ジョーダンという暴れ馬をうまく挙したという点が当時のレイカーズには何より必要なものだった。ジャクソンはブルーズ時代同様トライアングルオフェンスを導入し、またジェリー・ウェスト GM はオニールとブライアントをサポートするため優秀なロールプレイヤーを集めるため、レイカーズの最高を支えたエクセルやエディ・ジョーンズらは放出し、優勝経験を持つロバート・オーリー、シューターのグレンライス、 ブルズ時代に後期スリーピートを支えたロン・ハーパー、ショータイム時代の数少ない生き残りである AC グリーンらを獲得した。優秀な指導者に充実した陣容、ブライアントのさらなる成長などで一大会レベルアップしたレイカーズは、さらに故障に悩まされ続けるオニールがこのシーズンは、初めてシーズンを通して健康に過ごし、レイカーズはリーグを席巻。 史上屈指となる67勝を記録し、また史上4番目となる19連勝も記録した。オニールは自身2度目となる得点王に輝き、またオールスター MVP も獲得。さらに自身初のシーズン MVP にも輝き、得点王、オールスター MVP、シーズン MVP の3冠を達成した。最高のシーズンを送ったレイカーズだが、プレイオフでは、 ウエストの強豪たちがレイカーズの前に立ちはだかった。一回戦では急速に力をつけてきたサクラメントキングスと対決。レギュラーシーズンの成績では遥かに上回るレイカーズはこのキングスにあわや一回戦敗退というところまで追い込まれたが3勝2敗でかろうじて退けた。キングスとはこの年を皮切りに3年連続でプレーオフで対戦し、 レイカーズと数々の名勝負を演じることになる。カンファレンス準決勝ではフェニックスサンズを4勝1敗で下すが、カンファレンス決勝のポートランドトレールブレイザーズとのシリーズでレイカーズはまたも役戦を強いられた。新旧スター選手をかき集めるブレイザーズはこのシーズンにはフィル・ジャクソンと数々の栄光を共にしたスコッティ・ピッペンが加わっており、タレントの豊富さではレイカーズをも凌ぐものだった。 1> 第1戦では、ラシード・ウォーレスのテクニカル・ファウルによる退場などで、レイカーズが干渉したが、第2戦では77から106と、レイカーズにとってこのシーズン、ホームでの最大の敗北を喫した。オレゴン州ポートランドに戦いの場を移して、以降は2連勝を飾るも、続く第5戦、第6戦で連敗を喫し、シリーズは第7戦までも連れ込んだ。 一勝三敗からの騎士回生を演じたブレイザーズは、その予勢を勝って、第7戦も優位に進め、第4球に入っても15得点のリードを奪っていた。レイカーズは窮地に立たされたかに見えたが、ここからブレイザーズは10度のシュートスランプに陥り、13本連続でシュートミスしてしまう。その間一気に追い上げを見せたレイカーズは89から84でこの試合を制し、 ブレイザーズの自滅に救われる形で1991年以来となるファイナル進出を果たした。東を制したのはインディアナ・ペイサーズだった。レジー・ミラーを要し90年代にニューヨーク・ニックスなどと数々の名勝負を繰り広げてきたペイサーズは王ジャブルズをあと一歩のところまで追い詰めた1997から98シーズンにチームとして一つの頂点を迎えた。 以後、ミラー、リック・スミッツ、マーク・ジャクソンなど主力選手の高齢化が問題となり始めた、ペイサーズは、ベテランのアントニオ・デイビスを放出するなど、チーム内の世代交代を進めようとした。そしてペイサーズの新シーズンは当人たちにとっても、予想以上の好調なシーズンとなった。このシーズンから、ペイサーズは、コンセコフィールドハウスに、本拠地を移したが、ペイサーズはこの新しいアリーナで、 ホーム25連勝を記録。最終的には57勝でカンファレンストップの成績を収めた。チームの快進撃を支えたジェイレン・ローズは最も成長した選手に贈られるミップに選ばれた。プレーオフでは1回戦でトラビスベストのクラッチ 3P シュートで3勝2敗の末にミルウォーキーバックスを下すとカンファレンス準決勝で フィラデルフィアセブンティー・シクサーズを4勝2敗で破り、カンファレンス決勝では宿敵ニューヨーク・ニックスと対決。前年は同じ舞台でニックスの前に敗れたが、今回は4勝2敗でペイサーズが勝利し、ペイサーズが NBA 加盟以来初となるファイナル進出を果たした。元 ABA チームのファイナル進出は前期のサンアントニオスパーズに続き2年連続となった。 第一戦レイカーズが終始、ペーサーズを圧倒し、初戦を104から87で干渉した。ペーサーズは大黒柱のレジー・ミラーが序盤から不調に陥り、第1級はすべてのショットを外した。結局彼はこの日、FG1、16の7得点に終わった。第2級には、ベンチスタートのオースティン・クロージャーがこのクォーターだけで9得点。 4リバウンドの奮闘を見せ、第3球には、ベテランのマーク・ジャクソンが反撃を試みて一時はその差2点にまで迫ったが、第4球には再びレイカーズが突き放し、最後は17点差でレイカーズが勝利した。レイカーズは、シャキール・オニールが43得点19リバウンドと、初戦から爆発。コービー・ブライアントは14得点5リバウンドを記録した。ペーサーズは、 マーク・ジャクソンが18得点7アシスト、クロージャーが16得点6リバウンドを記録した。第2戦、第1戦では、終始オニール対策が見出せなかった、ペーサーズのヘッドコーチ、ラリー・バードは、第2戦では、当時オニールを止めるほとんど唯一の手段であった、ハック・アシャックを用いた。結果、オニールはこの日の一試合だけで、NBA 新記録となる39本のフリースローを、 打たされ、うち18本しか決まらなかった。しかしこの戦術もこの時のオニールには焼け石に水であり、オニールはこの日も40得点24リバウンドと大暴れをした。ペイサーズにとって幸いだったのは、ブライアントが試合序盤で足首を捻挫し、以降試合に戻らなかったことだった。ペイサーズはブライアント不在につけ込んで、過労死じて戦線を維持したが、 それでも試合は終始、レイカーズペースで進み、最終スコア111から104で、レイカーズが2連勝を飾った。レイカーズは、オニールの大活躍のほか、ブライアントの穴を、各々の,の21得点を記録したグレンライスと、ロン・ハーパーが埋めた。ペーサーズは、ジェレーン・ローズが30得点9リバウンド、ミラーが21得点、クロージャーが24得点。 マーク・ジャクソンが7得点8アシスト9リバウンドを記録した。第3戦、第2戦で足首を負傷したブライアントは、第3戦も欠場となった。この日は、ペイサーズが序盤からペースを握り、第2球には再びクロージャーが活躍。ペイサーズの12連続得点で前半を17点リードで折り返した。後半に入ると、レイカーズが巻き返しを演じ、 一時は3点差にまで迫ったが、最後はミラーの正確なフリースローがレイカーズにとどめを刺し、100から91でペイサーズがファイナル初勝利を飾った。ペイサーズはミラーが33得点、ローズが21得点、デール・デイビスが12リバウンドを記録したほか、トラビス・ベストが14得点、クロージャーが12得点など、ベンチ陣の活躍が光った。 レイカーズはオニールが33得点13リバウンド、ロン・ハーパーが14得点をスティール、ベンチスタートのデレック・フィッシャーが10得点10アシストを記録した。第4戦ブライアントは、そのプレースタイルと優れた身体能力からマイケル・ジョーダンとたびたび比較され、また本人もジョーダンを意識しているところがあった。ブライアントがジョーダン2世となるには、 ジョーダンが数々の伝説を打ち立てたファイナルで彼と並ぶ活躍しなければならないが、しかし彼にとって初のファイナルは故障という災難に見舞われていた。第2戦で追った故障を大きくずったままブライアントは第4戦に強行出場し、前半はなんとか6得点を挙げた。しかし、オニールのファウルトラブルなどでなかなかペースをつかめないレイカーズが 54から51の3点ビハインドで前半を折り返すと、ブライアントは一気にゾーンへと突入し、第3球だけで10得点を記録する。そしてグレンダイスの 3P シュートで62から60と、レイカーズが逆転を果たした。第4球に入ると、今度はオニールの猛攻がペーサーズを襲い、オニールは第4球だけで14得点を挙げるが、 ペイサーズもミラーの13得点などで対抗し、試合は最後までもつれた。ペイサーズは最後に決勝点を挙げる機会を得たが、ラストショットを放ったトラビスベストのシュートは、もう突進してきたオニールのプレッシャーに負け、エアボールとなり、試合はオーバータイムへと突入した。オーバータイムに入ってレイカーズは115から112トリードを奪ったが、残り2分33秒でついにオニールが、 ファウルアウト。大黒柱を失ったレイカーズは窮地に追い込まれたかに見えたが、チームの危機をブライアントが救った。ペーサーズは、オニールの不在を利用して、インサイドから攻め、リックスミッツの得点でその差を1点にまで縮めたが、ブライアントのジャンプショットで、点差は再び3点となった。フィル・ジャクソン HC は、ブルズ時代に、チームのピンチには冗談を頼ったように、 この時もトライアングルオフェンスを捨て、ボールをブライアントに集めるよう指示した。ペイサーズはなおもスミッツで攻め、そして、ブライアントが得点を返すという展開が続き、レイカーズが118から117のわずか1点リードで、オーバータイムは残り30秒を切った。ブライアントにはミラーが必要にマークにつき、ボールを持ったブライアントはパスを出すことができず、自らゴール下に切り込んで、 シュートを放った。ボールをリムに引かれたが、リバウンドに飛び上がったブライアントがボールを掴むと、ゴールに背中を向けたままボールを放り上げ、それが、見事にバスケットに収まった。この、ブライアントのクラッチシュートが、決め手となり、レイカーズが、オーバータイムまでもつれた接戦を120から118で制した。 ブライアントはこの日足首に負傷を抱えながらも47分間プレーし28得点を記録。試合後の会見ではオニールが抜けて窮地に追い込まれたことでむしろ楽しくなったとコメントしプレッシャーのかかった最終局面はいつも夢見ていた展開だったと大物ぶりを伺わせた。オニールは最後はファウルアウトとなったが十六得点十一リバウンドと この日も怪物級の数字を残したほか、ロバート・オーリーも17得点を記録した。ペーサーズはミラーが35得点、スミッツが24得点、ローズが14得点したほか、ベンチ陣も3人が2桁得点するなど総力を尽くしたが、オニールをファウルアウトに追い込むことには成功しても、同時にブライアントを抑えることは至難の号だった。 第5戦劇的な勝利で優勝に王手をかけたレイカーズだが第5戦では停滞しっぺ返しを食らったこのシーズン限りでヘッドコーチから知り続く意向を示しているバードにホームでの最後の勝利を放げるべくペーサーズが奮闘レイカーズを120から87の大差で破ったミラーは試合開始から4点プレーを含む5本連続シュートを成功させまた ローズの放つ 3P シュートも次々と決まり、ペイサーズが序盤から試合を支配した。前半を終了した時点で65から45と大差がつき、後半もペイサーズファンのラリーの大合唱の中でも攻撃が続いた。最終的についた点差は33点で、これはレイカーズにとって1985年にラリーバード率いるボストンセルティックスに34点差で、 惨敗した大虐殺記念日以来のファイナルでの大敗だった。ペイサーズはローズが32得点、ミラーが25得点、クロージャーが13得点9リバウンドを記録。レイカーズはオニールが35得点11リバウンドと奮闘したが、ブライアントをはじめ他が振るわなかった。第6戦、第5戦での対象の予選を勝って、ペイサーズは、 第6戦序盤をアップテンポな展開に持ち込むことで優位に進めた。第2球にはオニールがこのクォーターだけで15得点を決め反撃に打って出るも、第2球の男クロージャーがまたもや第2球だけで10得点する活躍を見せ、56から53とリードして前半を終えた。第3球にはミラー、ローズ、マーグ・ジャクソンが奮闘を見せ、 第3球のペイサーズの28得点のうち24得点をこの3人で挙げた。第4球を迎える時点でペイサーズは5点のリードを保ち、また試合の流れもペイサーズに傾いていたことからシリーズは第7戦までも連れ込むかに思われた。しかし第4球に入るとレイカーズの猛反撃が始まった。外からはフィッシャーの 3P シュートが決まり、 中ではオニールが倒圧倒した。そして第4球が始まって3分が経過した時、オニールのシュートが決まり、92から91と、レイカーズが第1球以来のリードを奪った。その後もレイカーズの猛攻は続くが後がない。ペイサーズも粘り、残り1分32秒には、クロージャーのフリースローで110から109の1点ビハインドまで、食らいついたが、ペイサーズの反撃もここまでだった。 ライスとブライアントがそれぞれフリースロー2本ずつを決めて、114から 109? と、残り13秒で決定的な点差がつき、ペーサーズはファウルゲームを選択するも点差は縮まらず、116から111で、レイカーズが勝利し、11年ぶり12回目の優勝を決めた。念願の優勝を勝ち取った瞬間、ブライアントはオニールに飛びつき、 チームメイトらに囲まれたオニールは思わず、涙を流した。また会場に訪れていたマジック・ジョンソンは、現役のレイカーズ選手が歓喜に湧くコートの隅で、かつてのライバルであるバードに歩み寄り、彼の健闘をたたえた。ファイナル MVP には、シリーズ平均38.0得点16.7、リバウンドを記録し、この日も41得点12リバウンド4ブロックと、 暴れ抜いたシャキール・オニールが選ばれた。これでオニールは、得点王、オールスター MVP、シーズン MVP、ファイナル MVP4 冠を達成した、マイケル・ジョーダン以来2人目の選手となる。ジョーダン以後の NBA を支配するのは誰か、その問いに、答えが出た瞬間だった。ペイサーズのラリー・バード HC も、 オニールの怪物ぶりをリーグで最も支配的な選手と評した。またブライアントは第6戦で26得点10リバウンド、ライスは16得点を記録。ペイサーズはローズが29得点、ミラーが25得点、デイル・デイビスが20得点14リバウンド、クロージャーが16得点、マーク・ジャクソンが10得点11アシストを記録した。フィル・ジャクソンはヘッドコーチとなって、 これで7回目の優勝となり、その名声をますます高めた。ロン・ハーパーは、ブルズ時代と合わせて4回目、AC グリーンは、ショータイム時代と合わせて3回目、ロバート・オーリーも3回目、ジョン・サリーは、デトロイト・ピストンズ時代、ブルズ時代と合わせて4回目の優勝となり、異なる3つのチームで優勝した初の選手となった。バードは、ファイナル終了後の会見で、彼らは、 今後何年かにわたって何かをする機会を得たと語った。彼の言う通り、レイカーズの名門復活は、レイカーズ王朝時代の到来が始まったことを意味した。オニールは文句なしに2000年代初頭最強のセンターとなり、またブライアントもジョーダン以後最高のシューティングガードの一人として活躍。オニールとブライアントという期待の名コンビに支えられ、レイカーズは、 再びの黄金期を迎える。一方のペーサーズはこのシーズンの成功にもかかわらず、現行の戦力維持よりもチーム内の世代交代を積極的に進め、翌シーズンから一時上位戦線から撤退することになる。結果インディアナペーサーズコーチ、ラリー・バードレジー・ミラー、ジェーレン・ローズ、リックス・スミッツ・オースティン・クロージャー、デール・デイビス、トラビス・ベスト、マーク・ジャクソン、アル・ハリントン、 サム・パーキンス、クリス・マリン、ジェフ・ホスター・デリック・マッキー、ジョナサン・ベンダー、ザック・タバック・ビコー。ありがとうございます。